古谷慶義は、日本の官僚、政治家、自治事務次官を経て、自由民主党参議院議員、山形県山形市出身、山形県立山形中学校、旧正山形高等学校を経て、1942年に東京帝国大学法学部を卒業、高等文官試験に合格し内務省に入省。しかし、翌年に応召され、1947年の、 福音までシベリアに抑留された。1950年に静岡県商工課長。その後、自治庁行政課長、自治大臣官房参事官、自治省選挙局長、同税務局長、自治大学校長等を歴任。1970年に消防庁、長官、1973年に自治事務次官を最後に退官。阿ビコ東吉山形県知事が、 国政に転じるにあたって、その後継として一時、犠牲られた。1977年の参議院選挙で、山形選挙区から自由民主党公認で出馬、共に、新人の日本社会党公認の佐藤義美を1万票あまりの差で破り、初当選、以後当選2回。以来、参議院文教委員長、商工委員長を務める。 1989年4月の消費税導入直後、宇野宗介首相のスキャンダル、土井孝子に代表されるマドンナブームで自民党に逆風が吹く中で行われた参議院選挙に落選。1993年2月の山形県知事選挙に立候補するが落選。王鉄鋼代表取締役で廃止、ホトトギス同任、第18回。 斎藤も基地文化小受賞者である古谷投稿は父にあたる。ありがとうございます。